こんにちは、T2 Asia 4V です。この動画ではコスタリカのサンホセの3日目の長い夜の後半をお届けします。コスタリカ3日目の深夜2名、時刻は3時15分ごろ。アクシツールバードライバーに連れてこられたこのバーはもう閉店しようとしており、入店を断られました。ホテルに戻ろうとウーバーを予約しようとしていたところ、近くにいたタクシーのドライバーが何やら声をかけてきました。ドライバーはスマホでジョーの写真を見せつつ、友達のジョーが今客を待っている状態だからジョーを見に来なよと言ってきました。正直嫌な予感しかしません。でも今日はこれ以上嫌なことが起こっても許せる気がしてしまいました。ぼったくりでもいい、もう話に乗ってやろうじゃないか、ということで警戒しながらドライバーについていきました。ドライバーが案内した先は先ほどのバーの隣にあるバーでした。18時頃に撮った別アングル、この建物です。入り口でめちゃくちゃ荷物検査をされました。おそらく武器を持った人も来る可能性がある場所なんだなと思いました。ドライバーに連れられてバーの中に入ると、男性の客が4人ほどいます。バーの中に1人席で佇んでいるジョーがいます。そのジョーがドライバーの友達のジョーでした。これまでサンホセで見た夜のジョーの中でダントツにスタイルが良くて若くて可愛いです。近づいてくる私を見て少し微笑んでいます。さらに近づいて彼女を見ます。可愛い。私は一気にテンションが上がります。彼女は6万コロン、もしくは120ドルだと言ってきました。これまでサンホセで見てきたジョーと比較するととてもクオリティが高いです。値引き交渉する気が起きず、いいねで合意しました。バーを出るとなぜか先ほどのドライバーのタクシーに乗せられ、モーテル代は40ドルだよと言われます。この時間から宿泊するのに40ドルは高いです。それで私の宿泊しているホテルデルレイへ行ってもらうことにしました。ホテルへのタクシー代は10ドルだと言ってきますが、これもいいねで合意しました。やっと今日の夜遊びの決着がつくと思うとホッとします。そして何よりこの激川城にマッサージしてもらうと思うと楽しみでしょうがありません。ホテルデルレイに到着し、ブルーマリンバーの入り口からホテルに入ります。セキュリティは城へのチェックを金属探知機で厳しく行います。私の経験上、ここまで厳しく女性をチェックするのは初めて見ました。その後城はこのホテルの勝手が分かっているらしく、私の手を引きながらホテルの受付に行きます。ホテルの受付で15ドルをジョイナーフィーとして支払いを求められ、支払いします。部屋番号を聞かれ、サインを求められました。城も何か書いていました。やっとホテルの部屋に戻ってきました。ジョーは20歳、とても細いです。顔は可愛い、歯は矯正している、胸にある小さいポッチは白い。120ドルの価値はあると実感。ちなみに英語はほとんど喋れないです。ジョーはシャワールームへ行きました。シャワールームで誰かと電話しているようです。どうもまだシャワーを浴びていないようです。しばらくするとジョーは服を着た状態でシャワールームから出てきました。何かを持ってくるためにタクシーに乗りたいといった内容のことを言ってきました。これは詐欺か。タクシーに乗るならさっき払ったお金を返してと言うと、それは無理と言ってきます。交渉がまとまりません。急に雲行きが悪くなってきました。しばらくするとジョーは再びシャワールームに行きます。スマホで音楽をかけています。そしてやっとシャワーを浴び始めました。そしてジョーはバスタオルを巻いた状態でシャワールームから出てきました。やっとマッサージが始まります。最初は化学製品の薄い皮膜を使って食物を食べるようなマッサージをしてくれました。その後ジョーがうつ伏せになった状態で本格的なマッサージをしてくれました。そしてジョーが仰向けになった状態で本格的なマッサージをしてもらおうとしたところ、ローションがないからそれはできない、奥までマッサージすることができないとまた面倒くさいことを言ってきました。ホテルの受付には当然ローションはありませんでした。ジョーは次のようなことを言ってきました。兄弟がローションを探しているので15分ほど待ってほしい。ローション代の20ドルを払ってほしい。もうどうにでもなれです。仕方がないのでしばらく待つことにします。ジョーは iPhone を使っていたので私のライトニングケーブルを渡して充電させてあげます。時刻は5時5分。ジョーはあと10分で来る、7時まではあなたと一緒にいるからと言います。もうすぐ日の出の時刻です。外からは鳥の鳴き声が聞こえ始めました。正直夜中の3時から遊び始めた私がバカです。
上曰くタオルミナというバーが夜遊びにはおすすめとのことです。このホテルデルレイはどうかと聞いたところ、良い人がいるなら良いと思うという曖昧な回答です。金額は安いがクオリティは低い。しかしそんな中で良い人がいるなら良いという意味かなと思いました。ジョーが何かご飯をおごってほしいと言ってきました。仕方がないのでホテルの1階に移動します。時刻は朝の6時6分。外は完全に明るいです。いつジョーの兄弟は来るのかと聞くと、あと3分で来る、ごめんねと言います。一応申し訳なく思っているようです。ジョーに朝飯をおごってあげます。私はカフェラテだけ飲みました。やっとジョーの兄弟がホテルの外にやってきたようです。ジョーの兄弟は車でホテルデルレイにやってきました。車にはイケメンの男と女性が乗っていました。やっとローションをゲット。男性は握手を求めてきましたが、車に引き込まれそうで怖かったのでグータッチだけしました。ジョーは車に乗ってそのまま移動しそうな仕草を見せましたが、なんとか引き止めました。時刻は6時22分、部屋に戻ってきました。ジョーはシャワールームで電話をしています。ずいぶん長いシャワーを終えて、ジョーがシャワールームから出てきました。ジョーと一緒にベッドに行きますが、再びジョーはシャワールームに行きました。そしてまた戻ってきました。シャワールーム行ったり来たり、なんなんだよ。そしてやっとジョーに本格的なマッサージをしてもらいました。ジョーは仰向けになり、ジョーは手で私の体をコントロールするような感じで本格的なマッサージをしました。私の体はジョーの手によってコントロールされているので、本格的なマッサージを深く行うことができませんでした。深く行えないのは残念です。しかしジョーのクオリティが高いおかげで、私はマッサージにとても満足し、その後脱力することができました。ジョーに聞いたわけではありませんが、ジョーは子供はいないようでした。ジョーとの本格的なマッサージを堪能しました。マッサージの後、再びジョーの長い長いシャワータイムが始まります。シャワーから出てくると、ジョーはワッツアップの交換を提案してきましたので、一応交換しておきました。ジョーのワッツアップのプロフィールの写真は実物よりもブサイクなので、すごくもったいないです。ジョーは翻訳アプリを使用して、あなたが楽しめたのなら幸いですという丁寧なメッセージを何回か見せてくれました。最初は詐欺的なジョーかなと警戒していましたが、結果的にはとても良い情でした。しかしホテルの部屋に来てジョーが帰るまで約4時間半もの時間がかかりました。短期の旅行者にとってはこの時間のロスと昼夜のサイクルが狂ってしまうのは痛手です。ジョーは家までのウーバー代10ドルをねだってきました。5000コロンをジョーに手渡します。時刻は7時57分。やっとジョーが帰りました。ジョーが帰った後、ホテルのフロントからは確認の内線はかかってきませんでした。長くなったので最後にこの夜で使った金額をまとめておきます。とても長い夜になってしまいましたが、サンホセ3日目の夜堪能しました。最後まで見ていただきありがとうございます。旅した気分になってくれたら嬉しいです。 T2 Asia 4V チャンネル登録お願いします。コメント、高評価もいただけると嬉しいです。スーパーサンクスもぜひお願いします。SNS のフォローもお願いします。